3号艇鎌倉涼選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れました。息上がる大接戦でした、はい、ではレース振り返っていきます。進入は1二三ダッシュが6、4、5の3対3で、鎌倉選手は展示同様に3コースでした。はいはい、コンマ1台後半あたりのスタートでもうちょっと行ってるように感じるんですけど、はい、それやっぱ風なんですか。そうですね、多分、はい、風だと思います。はい、さあそして1マークまくり刺していきます。いい感じで刺さったと思ったんですけどね、はい、やっぱりリリちゃんのがちょっとずついいですね。うん、はい、さあここから大接戦になりました。はい、やっぱこの直線の部分とかちょっともう私も悪くないと思うんですけど、うん、やっぱちょっとリリちゃんの方がちょっと回ってからも一瞬良さそうでしたね。はい、もう本当に最後まで気の抜けない、はい、そうですね、ここももうちょっと前にいるかなと思ったんですけど、うん、はい、全然締めれる感じなかったので、うん、ちょっと上とは、はい、差を感じますね。あ、でもちょっとそうですね、私も悪い感じじゃないんですけど乗ってて、うん、今日はちょっと湿気がありすぎるので、はい、あれでしたけど、ここも握っていってでもまだみたいな。そうですね、うん、その部分もちょっと気に入ってる部分だったんですけど、はい、こうなるともうちょっと調整しなきゃなっていう、はい、あ、でも相手、まあね、倉本選手もいいぶりのエンジンなので、いいですね、はい、今日は時間が、まあ、たっぷりあったんですけれども、はい、作業としては何かあったんですか。まあ、そんなにも、はい、もうプロペラの微調整ぐらいで、はい、今日のまあ気象状況に合わせてというところで、はい、さあじゃあ明日以降ですが、はい、まあ、上がもう一つ上をと。そうですね、ちょっと明日も風が吹くみたいなので、うん、とりあえずは、はい、乗り心地で行くとは思います。はいはい、まあ、そんな大きな作業はそうですねはないと思います。はい、これで、ね、ここまでオール2連隊の成績で来ました。はい、はい、明日以降の戦いに向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、明日からも精一杯頑張ります。たくさん応援してください。